鳥居。後ろの木は赤。左奥の建物はグランドフォルモサリージェント台北。学費の木場像。地図林、森公園及び高楽公園は台北市内の中山区にある公園。公園名は国民政府の主席を歴任した林森に由来する。日本統治時代は共同墓地であり、その名残として園内には鳥居が2基立っている。もう一つ。 この公園を特徴づけるものは、学費の騎馬像である。学費は、中華圏では、代表的な英雄である。公園は、林森北郎を挟んで二つに分割されており、東側が林森公園で、西側が、後楽公園である。しかし、台北市の資料では林、林森、後楽公園とひとまとめに解説されている。現地の案内版や一部書籍でもまとめて、 扱われていることから、本項目でも両公園について記載する。日本統治時代の台湾では、この場所は墓地であった。1896年に、野木マレス家の母久子も埋葬されという。1900年に正式に共同墓地として認定され、三橋町共同墓地と命名された。1920年、台湾総督の伝健次郎によって、 赤石元次郎の墓に付属する形で大きな鳥居が建てられた。赤石総督の墓所は台湾人の寄付により設けられ、皇族を除いて軍人で並ぶ者はいないと言われるほどの規模のものであった。1935年には赤石の秘書官を務めた鎌田正武もこの地に葬られたので、この時、墓人小さい鳥居が建てられたと見られている。鳥居には、 昭和10年10月の刻印が刻まれている。第二次世界大戦後、国境内戦に敗れた中国国民党が台湾に逃れてくると、墓地は不法占拠されるようになった。破壊や鳥居を取り込む形で不法住居が林立し、鳥居は物干し台とされた。この状況は長年続いた。1997年に公園整備が台北市により着手され、 立ち退きに反対する勢力の抵抗もあったが、計画は実行された。住居軍は一掃され、鳥居は228は平公園へと移設された。また、赤市の遺外も発掘され移送された。2002年3月に西側の高楽公園が、翌2003年10月には東側の林森公園が完成した。2010年、 地元有志の働きかけにより2つの鳥居は228和平公園より、現在の位置に戻された。また、明石総督の墓所のあった場所には、反対あざ中国語、日本語、英語で記された碑文を刻んだプレートが設置された。面積は林森公園が29,331平方メートルで、高楽公園が13,385平方メートル。 特徴的な建造物としては、林森公園では常述の学費像を呼び、鳥居が挙げられ、高楽公園では、親子水切り、広市城と名付けられた噴水が挙げられる。公園内には、公民館と地下駐車場が整備されている。植生はむね一致しているが、林森公園の方が種類が多い。林森公園内にある樹木の例を挙げる。 林森公園内にある樹木の例を挙げる。ありがとうございます。